とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、ワンパンボスラッシュ、やっていきたいと思います。以前、覆われた怒りを使って、ワンパンボスラやってみたんですけども、ちょっとね、ワンパンじゃ倒せないやつが、いたんですよ。でも、今回は、この武器で行きます。壊れた総ブレード、ダイナモ、痛みサイクル、ですね。これは、まあ、ワンパンで倒せないやつもいます。でも、一瞬で倒せるので、まあ、ワンパンとみなして、いいんじゃないですかね。お願いします。そこはご了承ください。まあ、ちなみに、ダメージはこれぐらいです。パワーポーション、ドラを使わずに、7300万です。で、ドラを使うと、2億1900万か。ものすごいダメージになりますね。で、これにパワーポーションを使うと、さらにダメージが上がって3億ぐらいです。一瞬にして、30億ぐらいのダメージを叩き出すので、とんでもない威力です。まあ、いけるんじゃないでしょうか。ボスラッシュ、いってみます。それでは行きましょうか。もう一瞬のうちに倒してしまうので、防具はこれでいきます。バトルローブのクールダウン4。これの方が機動力が、若干なりとも上がるので、いいんじゃないですかね。では、行きます。影の武竜でさらに3倍だから、もう、ワンパンなんだな多分。ワンパンでしょ？だよね。5億5000万。一発5億5000万か。これは確実に倒すでしょう。これおそらく釣り竿なくてもワンパンできそうなので、今回ちょっと釣り竿なしで行ってみようか。ちょっと釣り竿なしで戦ってみます。多分、ワンパンでしょ？だよね。だよな。問題なくワンパン。でも問題なのは、海底のあのガーディアンと最後のエンダーの心臓。あの二人だよね。そこが心配だけども、他は多分、釣り竿なしでワンパンいけそうだけどな。それでは次は大釜です。ここは敵が出てくるまでに時間がかかってしまうので、影化が切れてしまいます。うん。なので、影化していきません。そしてさらに、痛みサイクル入れてませんけども、余裕だな。痛みサイクルなしでワンパンか。まあ、9500万。それでワンパンできるのか。1億ないんだね、HP って。おお、それはちょっと初めて知ったかも。次、名もなきものです。ここももちろん、ワンパンでしょ？しかも、痛みサイクルなしでいけるんじゃない？こいつ多分痛みなしでいけるでしょ？だよね。だよね。てか、痛みなしで3億出せるんだ。え？そうだっけ？なんかダメージが若干変わった気がするけども、なんか3億出ましたね。それでは、邪悪な村人行ってみましょう。ここは、まあまあ、これのぴょんぴょんでなんとでもなるでしょう。まあ、途中止めの裏技使ってもいいけど、あれ失敗することがあるんで、うん、これで行きましょうか。はい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 、8600万。まあそんなもんだろうね。いけ。よっしゃー。なんか、ドラドラと言ったけども、結局ワンパンでいけました。2億6000万。それでは、次行きましょう。ジャングルの魔物ですね。影のブリューをちょっと多めに用意してます。出てくるまでにね、ちょっと時間がかかるんだよね。あの弱点が。なんで、そこまでちょっと、時間を稼げるようにしておきましょう。んー、もうそろそろいいかな。わかりづらいよね。よし、行ってみよう。行きまーす。あ、ワンパン。あ、周りのザコも、バーストボースリングで倒しちゃったみたいだな。早かったね。それでは、邪悪なレイス行きましょう。ここは影のブリューが、途中で切れちゃうので、影の断片持ってきてます。これを使って、影化しておこうか。うん。こう出てきてからやっぱね、攻撃が入るようになるまで、
若干時間がかかるんだよね。はい。で、しかもちょっとどっかに移動するんで、わかりづらい。いけ！お！あ、あー、なるほどね。なるほど、なるほど。あれか。こいつのかけらにダメージが入ってたわけね。一発では倒してました。それでは、古代のガーディアンですね。ここのワンパンは、ちょっと難しかったんだよね。怒りではちょっと無理だったので、敵が、無敵モードに入る前に倒す。行きましょう。あー、危ね。ダメージをね、まあ、食らわないように行きますね。行け！わー、やっぱり無理？こいつワンパンできないか。テンペストゴーレムやってみましょうか。うまいこといけるかな。こいつも結構難しいんだよな。ではいきます。とりあえず影のブリューを多めに出してるんでいいでしょう。おい、よし、オッケー、いきます。よし、影のブリューは別にいらなかったね。それではラスト、エンダーの心臓行ってみましょう。以前やった時行けたんで、行けるでしょう。大丈夫っしょ？行きます。よし、影がうまいことした。行きますよ。行け！うっそ！マジか！マジで！ダメか！ダメなの？いけると思ったんだけどな。はい、戻ってきました。ガーディアンとエンダーの心臓、あれ倒せなくなってるね。以前はこのソーブレードを使ったら倒せたんだけど、なんか倒せなくなってますね。修正入ったのかもしんないね。悔しいな。多分もうちょっとね、火力は上げれると思うのよ。今回これだったけども、これに、あと、臆病と無謀か。あれもつけれるでしょ。で、ソーブレードにも、ダイナモ痛みサイクル、あと一つ、アーティファクトシナジーとか、そのあたり入れれば、もうちょっとダメージ上がるかな。ちょっと今日は悔しい感じになってしまいました。またね、ちょっと装備整えてやってみます。ということで、またやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。